はいどうもカップ委員長ですじゃあこっちのチャンネルではねもうほとんどがこのセクシー田中さんのお話になっちゃうんですよねまた、あ、興味ないっていう方も多分たくさんいらっしゃると思うんであのまあそういう方はもう全スルーでいいと思います興味深いニュースがもうなんか全部これに埋もれちゃってというかそうねまあ一人だけなんかサッカー日本代表のこの伊藤さん 伊東純也選手っていたじゃないですかあの人がなんか性加害が云々かんなんっていう疑惑で刑事告訴みたいな話が飛んでるんで、まあ、それを最後に見る感じですかねこれもなんかちょっとうさんくさいんだけどなとにかくこのマスコミねこのなんかあの松本さんの件松本さんの件以前からですよね別にこの文春だけじゃないんですけどもね半日クスマスコミはもう本当にいい加減にさした方がいいですよねうん NHK も解体しなきゃいけないしさ、ね、他の民放各社もそうですけどももう勘違いはなはだしいよな、うん、お前ら特権階級でも何でもねえんだけど、うん、まあ、いいや、えーとね、このセクシー田中さんの件はちょっとあまりにこのニュース、ね、あの多すぎるんでなんとなくこの種類別というか最初なんか3つぐらいで分けた方がいいのかなえー、とね 何だろう。なんつったらいいんだろうな。ちょっと頭も洗わないな。<laughs> えとに最初、日テレの言い訳か。日テレの自己正当化、自己、あ自己正当化、自己弁護、えー、見苦しい言い訳。まあ、ミヤネ屋さんとかですかね。えーのまあ、あと、日テレ関係者とかのざれ事とか、その辺をなんか順番に見ていく感じで、えー、次の動画が、 え実際、なんかその原作者さんねまあ自ら命を絶ってしまった原作者の方が芦原さんですよねえどんな目に遭わされてたのかどんなひどい目に遭ってきたのかうんどうやってこの脚本家とかこの日テレにこの追い込められていったのかっていうそういうだんだん詳細が上がってきて、う。ん にもかかわらず、ね、相変わらずこの日テレサイドは開き直ってるんですよね。まともに謝罪もしてないでしょ。うんまあ、謝罪するってことは責任認めるってことだから絶対認めるわけがないんですけど、こいつらは。でも、この件に限らずだからえ何人かもう実際にこの脚本家、あのー、まあ脚本ドラマとか映画とかこの脚本家の人をえ全部一括りにする。 つもりはないんですけど、まあ、もう最初なんかそんなもんかなと思ってたんですけど人によるみたいですよね、うん、だ今回の件の何、えー、とかとも子さんですよね昨日間違えて何とかゆう子さんって言っちゃったんですけど違うんですよね本当はとも子さんだったんですよねこの人はなんか調べたら結構評判悪いですよねなんか原作クラッシャーみたいなわけのわからん肩書きっていうか、えー、異名を持ってるみたいなうん えー、だから、そのなんだろう関係者サイドの実はこういうことって前からあったんですよねって、うん、必ずこういうなんか事件が起きると、うん、そういう話って飛んできますよね、うん、だもうこの界隈テレビや界隈、ね、やっぱクソマスゴミはもう本当腐ってんですよね、うん、まあいいや、ちょっと順番に日テレの見苦しい言い訳から見ていきましょうか。 じゃあちょっと順番に見ていきましょうまずこのね日テレサイドはもう完全に、えー、開き直って被害者面ですよね、えー、そもそもがこのセクシー田中さんのこの原作者芦、えー、原さんが亡くなったことと今、えー、もうなんか勝手に切り離していや関係ねえみたいななんかもうし,しらきってるんですよねだからこのドラマ側の,この脚本家がどう考えても問題だと思うんですけども、うん でも、もうなんか被害者面で、えー、そこへの、脚本家とか日テレサイドへの、なんか誹謗中傷はみたいなことを言い出してるんですよね。何言ってんだろうな、この人。人一人亡くなってんだけど、相変わらずなんか軽いよね。うん。でしかも、なんか番宣は力入れてるんですよ。ねあ番宣であの、この、なんだっけ。えー、ドラマですよね。ドラマの宣伝、日曜ドラマだっけ。 えー、セクシー田中さん、えーと、日テレの発表はこんな感じですかね。日本テレビが足原さんの不幸に接し、哀悼の意を表するとと,ともに、謹んでお悔やみ申し上げます。えー、ニュースは、ね、10月期日曜ドラマ、セクシー田中さんにつきまして、日本テレビは映像化の提案に際して原作代理人である小学館を通じて、えー、原作者である足原さんをご意見いただきながら、 脚本制作作業の話を重ね最終的許諾をいただけた脚本を決定原稿として放送しておりますと。<laughs> これあこれ、この言い草、ちょっと覚えておいてくださいね。全然違うんで、実態は。えー、本作品の制作にご尽力いただいた芦原さんに感謝しておりますと。<laughs> 過去の作品、Hulu で見てねみたいな調子なんだよね。うん、なめてんな、本当で、 えー、日程で言い訳、ざことが続くんですよね。いやこの誹謗中傷、なんかもう非難が殺到してるんで、特にこの原作のファンの方はもう本当怒り狂ってますよね、当たり前ですけど、うん、なんか言い方は乱暴かもしれないですけど命奪われたのに等しいんで,、うんで,えー、でそれをこうなんか誹謗中傷だって事実を指摘されても、迷った連中、半自敗合ゼってみんなそうじゃないですか、今まで。 ね、誹謗中傷だっつって社員や脚本家がね自ら命を絶ったらどうすんだっていやお前らすでに人一人追い込んでそうさせてるよなそれについて何の,この謝罪も何もないんだけどもう自己弁護と自己正当化に終始してんですよ本当腐った連中だよなうんえ人一人この間あの文春の過去の,この考古学者の先生を追い込んでねうん あの件だって自ら命を絶ったわけでしょ抗議を抗議の意思表示っていうことで。ねだから何とも思ってないんだよね、こいつら。本当金のために、ねだから、売れさえすれば、ね、視聴率、だからこいつらテレビ屋だから、視聴率、ね、数字取れれば数、数字取るためだったら何でもありなんだよな。うん、ふざけてるよな。うん。で、 えー、しかも、なんかねこの間に入ってた小学館ですかね原作者さん、小学館、日、えー、テレサイドっていうそういう,う図式の中で日テレがもう小学館が、えー、原作者の意向を正確に伝えてこなかったのが悪いんだみたいな責任転嫁まで始めてるんだよですね、こいつらはひどいよな、だからもうあれじゃないの 完全にもう日テレは、えー、今なんかこのアニメとか漫画とかなんかそういうこのコンテンツ小学館サイドがあフリーデンとかもそうかあとコナンとかもそうだよね、うん、もう全部撤収すればあ日テレはもう本当なめくさってるよこいつら日テレだけじゃないですけども、うん、で、えー、しかもなんかわざわざてめえんとこのこのワイドショーミヤネ屋でねあのー、まあ,あミヤネさんがね 漫画家のこの芦原さんの不法に事情を知らない人が SNS でいろんなことを言う怖さを認識してとかね脚本家もドラマをよくしようと思って書いていたにすぎないみたいな要はそんなことを言えるよねうんまあ多分この言い草だと、ね、全て理解した上で、ね、日テレサイドの立場であ吐いてるわけだよねひどいよな 一人一人死んでんのに何とも思ってないんだね。うん。でね、なんかね、あのー、これ観光例とは違うのかな。日テレ関係者がこのドラマ制作部の連中が報道フロアに乗り込んできてこそこそ打ち合わせしていたみたいな、要はこの内部告発じゃないけど、暴露話とかも出てきてね。まあ、この辺界の言うやつら、界隈がのやつらが言うことだから、どこまで本当か知らないですけども。 えーとね、なんか29日夕方のニュースで、ねまあ、この原作者のー、ね、原さんの訃報を伝えて、えー、でこのコメントが、えー、とさっき言った通りですり、ね、感謝しておりますみたいなしらじらしいコメントで実は、えー、このコメントに内部日テレ内部からも何それって声が上がってて。 ドラマ制作部の連中が報道フロアまで乗り込んできて、えー、亡くなったタイミングで我々は悪くないと言わんばかりのあコメントを出すのは、ね、下劣すぎるんじゃないかって。うん、一応なんかにね、あの人外の下道のソークスだと思って、ね、鬼畜の所業だからさ、どいつもどいつもそんなやつばっかりだと思ったらそうでもないやつもいるのか、一応。いや内部でもね、うん、僕はこれは問題だと、私はそれは違うと思ったのにみたいな。 うん、所詮あれだろ自己正当化自己弁護だよな個人レベルで今度はさっきはあの局として企業としてだよね、うんえー、ドラマ制作部の連中が報道フロアに乗り込んでいてこソこソ打ち合わせしてた幹部がこっそり公式コメントまで用意していて不法はプロデューサーやディスクもオンエアまで知らされてなかったとでフロアではえーと悲鳴が上がってたみたいななんかそんな話ですよねこれなんか一つ疑問なんですけど、ね、僕この界隈に携わったことがないんでわかんないんですけども僕のイメージではね まず原作者さんがありきえだって作品作ったのは原作者さんじゃんね漫画家の原作作った漫画家先生ですよねこの人がダメだっつったら全部ダメになるんじゃないのこの人が違うっつったら違うんじゃないのこの人の OK が出なかったら全て何も進まないんじゃないの僕は本来そうあるべきだと思うんですけどね だって、例えば、まあ、脚本家の人たちとか、この局の、ね、ドラマ家だとか、うん、例えばこの実写化まあ、アニメもそうだし、実写化ね、ドラマでも映画でも何でもそうですけど、原作があるんですよね。原作の先生ありきじゃないの。ね、原作の先生が作った作品ありきなわけじゃん、全部。それをなんかアニメ化するとかさ、えー、ドラマ化するとか、ね、実写で映画化するとかさ、ね、 えそ,うそうですよね原作の作品を作った人のねえ何かしらのこの大元のがあるわけじゃん、ね、それを作った先生がまずありきじゃないのその先生の意向に逆らって何かをこの映像化するとかっていうのがそもそも成り立つわけがねえと思うんだけど あろうことがその先生をなんか精神的に追い込んでとかどういう圧力だよって思ったんですけどね。うん、だって所詮ね、まあ、こういう言い方ちょっと乱暴すぎるのかもしれないですけど、ね、この日テレでしょ、ね、ドラマ制作,する制作サイド。だからまあ脚本家の先生が別にいるわけですよね。うん、お前たちは、ね、原作者、芦、ね、原先生が作った作品を 使わせていただく立場じゃねえのてめえらはん。だって本来ドラマでも何でもさ、ね、映画でもいいよアニメ、まあ。アニメはちょっと違うか。ね、ドラマだ、映画だって言ったら、このシナリオをそもそもゼロから、ね、てめえたちがこの作り上げるもんなんだろで、それを省く。ね、だってすでにこの漫画、原作、漫画があるってことは、 世間で一定に認知されて一定のファンがついていてね評価されているものがすでにあるわけでしょでそれをねてめえたちがじゃあいっちょってちょっと言い方悪いかもしんないけどね借りてきてそれをねそのシナリオを原作の話をストーリーを貸してもらって使わせてもらっててめえたちはドラマなり映画なりを 作らせていただく側じゃねえのかよって単純に疑問なんですよねうんまあわかんない僕の認識がね合ってるかどうかは知らないですようんただまあ物の通りというか一般的な解釈としてねそもそもだってゼロから、ね、作品を作り上げた、ね、原作者、ね、漫画家の先生 芦原先生の作品がまずありきじゃないのそれをてめえたちテレビ屋と脚本家がねストーリーを使わせていただく側じゃねえのかよなんでてめえらが偉そうなんだよだからそっからなんか吐き違えてんじゃねえのって思うんですよねだからおそらくこのテレビ屋とかこの脚本家の連中なんかはねうん漫画原作を 私たちが、僕たちが、ね、我々が、ね、映像化してやるとか勘違いしてると思うんだよね。だからこの辺はやっぱりこの叩き直してやらないと、こういうことって、ね、今までもずっとなんだかんだ、あんまりこの注目されなかったから、ね、放送されて知られることがなかっただけで、なんかこの力関係っていうんじゃないけど、本来だったらまず先生の作品、オリジナルがあって、うん。 それをお前らがお願いして、うん、それこそなんかもうドイツもこいつもジャンピング土下座、額から血流しながら、お願いして映像化させていただく側のはずなのに、ね、それがなんか勘違いしてるよね、こいつらは。多分。だからこういうことが起きるんじゃないのちょっとやっぱりね、この報道機関というの反日クソマスゴミでも、ね、こいつらやっぱりこうなんか徹底的に叩き潰してやんなきゃダメだよな。ことごとく。 テレビも新聞も雑誌もドイツもこいつも、うん、勘違い甚だしいよねもう皆目見当違いだね、うん、ふざけすぎ調子に乗りすぎ不届き者だよやっぱりうんって思いますけどねじゃあ次見ましょうかね